崩壊した日常を逃げ惑う中、出会ったのが幼なじみの親友だった。アスラ、キロ、コズミックイラー71。遺伝子調整が行われた人類コーディネーターとこれまでの人類ナチュラルは対立し、ザフトと地球連合軍に分かれ戦争状態にあった。この争いに巻き込まれた僕は地球連合軍のストライクに乗り込み戦うことになってしまったんだ。生き延びるために、仲間を守るために、できることをするしかなかった。戦艦アークエンジェルは僕たちを乗せ地球を目指し戦場を切り抜けていく。ありがとう。あ、いえ、コーディネーターのくせに慣れないしくしないで。アスランのいるザフトのクルーゼ隊が必要にアークエンジェルに襲いかかる。本当は戦いたくなんてなかったんだ。でもキラ、お前も一緒に来い。お前が地球軍にいる理由がどこにある。僕だって君となって戦いたくない。でもあの船には守りたい人たちが、友達がいるんだ。ならどうやって勝ち負けを決める。どこで終わりにすればいい。敵である者を全て滅ぼして、金。あ、昔友達に、大事な友達にもらった大事なものなんだ。お前がニコルを、ニコルを殺した。止まれ、ダダ、クルダ、止まれ。アスランと僕は敵同士であることの意味を知った。アスラン、キラー、殺されたから殺して、殺したから殺されて、それで本当に最後は平和になるのかよ。何もできないって言って、何もしなかったらもっと何もできない。何も変わらない、何も終わらないから。思いだけでも力だけでもダメなのです。だからキラの願いに、行きたいと望む場所に、これは不要ですか。少し分かった気がしたんだ。僕たちは何と戦わなきゃいけないのか。戦争を止めるため、ラクスからフリーダムを受け取り、仲間のもとへ。そしてアスランも。この介入は俺個人の意思だ。このバカ野郎。俺たちは本当は何とどう戦わなくちゃいけなかったんだ。みんなで一緒に探せばいい。それもさ、ザフトと地球連合軍の戦いは熾烈を極め、後戻りできない状況へと変わっていく。平和を叫びながら、その手に銃を取る。それもまた悪しき選択なのかもしれません。でもどうか今この果てのない争いの連鎖を断ち切る力を。やっぱ俺って不可能を可能に。誰もが望むだろう。君のようになりたいと、君のようでありたいと。それでも僕は、力だけが僕の全てじゃない。本当の私の思いがあなたを守るから。逃げるな。生きる方が戦いだ。それでも
守りたい世界があるんだ。こうして戦争は終結を迎えた。でもコズミックイラ73、争いの火種が消えることはなかった。また戦争がしたいのか、あんたたちは。そしてコズミックイラ75、物語は続いていく。キラヤマト、行きます。崩壊した日常を逃げ惑う中、出会ったのが幼なじみの親友だった。あっさら、キロ。コズミックイラ71、遺伝子調整が行われた人類コーディネーターとこれまでの人類ナチュラルは対立し、ザフトと地球連合軍に分かれ戦争状態にあった。この争いに巻き込まれた僕は地球連合軍のストライクに乗り込み戦うことになってしまったんだ。生き延びるために、仲間を守るためにできることをするしかなかった。戦艦アークエンドルは僕たちを乗せ地球を目指し戦場を切り抜けていく。ありがとう。あ、いえ、コーディネーターのくせになれなれしくしないで。アスランのいるザフトのクルーゼ隊が執拗にアークエンジェルに襲いかかる。本当は戦いたくなんてなかったんだ。でもキラ、お前も一緒に来い。お前が地球軍にいる理由がどこにある。僕だって君となって戦いたくない。でもあの船には守りたい人たちが、友達がいるんだ。ならどうやって勝ち負けを決める。どこで終わりにすればいい。敵である者を全て滅ぼして。金、昔友達に、大事な友達にもらった大事なものなんだ。お前がニコルを、ニコルを殺した。アスランと僕は敵同士であることの意味を知った。アスラン、キラー。殺されたから殺して、殺したから殺されて、それで本当に最後は平和になるのかよ。何もできないって言って、何もしなかったらもっと何もできない。何も変わらない、何も終わらないから。思いだけでも、力だけでもダメなのです。だからキラの願いに、行きたいと望む場所に、これは不要ですか。少し分かった気がしたんだ。僕たちは何と戦わなきゃいけないのか。戦争を止めるため、ラクスからフリーダムを受け取り、
仲間のもとへ。そしてアスランも。この介入は俺個人の意思だ。このバカ野郎。俺たちは本当は何とどう戦わなくちゃいけなかったんだ。みんなで一緒に探せばいい。それもさ。ラクトと地球連合軍の戦いは熾烈を極め、後戻りできない状況へと変わっていく。平和を叫びながら、その手に銃を取る。それもまた、悪しき選択なのかもしれません。でもどうか、今、この果てのない争いの連鎖を、断ち切る力を。やっぱ俺って、不可能を可能に。誰もが望むだろう。君のようになりたいと。君のようでありたいと。それでも僕は力だけが僕の全てじゃない。本当の私の思いがあなたを守るから。逃げるな。生きる方が戦いだ。それでも守りたい世界があるんだ。こうして戦争は終結を迎えた。でもコズミックイラ73、争いの火種が消えることはなかった。また戦争がしたいのか、あんたたちは。そしてコズミックイラ75、物語は続いていく。キラヤマト、行きます。